内閣委員長、水落敏栄さん。ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和元年8月7日付の職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、住居手当及び勤勉手当の額の改定を行う等の処置を講じようとするものであります。次に特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定しようとするものであります。委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、初任給を含む若年層に限り、俸給月額を引き上げる理由、人事院勧告制度の在り方、国家公務員の働き方改革、適切な定員管理、人事評価制度の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会の高木委員より、両法律案に反対、日本共産党の田村委員より、一般職給与法等改正案に賛成、特別職給与法改正案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。次いで順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、一般職給与法等改正案に対し、付帯決議を行いました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数234、賛成216、反対18、よって本案は可決されました。次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンをお押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数233、賛成202、反対31、よって本案は可決されました。日程第5、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を、議題内閣提出、衆議院送付を議題といたします。まず、
委員長の報告を求めます。外交防衛委員